の朝届いた短い手紙ポストのそばには赤いコスモス揺れていた結婚するって本当ですか机の写真は笑ってるだけほんの小さな出来事で別れて半年経ったけれど優しい頼りを待っていた待っていた雨上がりの街青い風が過ぎる先の赤い電話に立ち止まる結婚するって本当ですかあなたに寄り添うその人は白いエプロン似合うでしょうかもうすぐあなたは遠い人できたらあなたの